尾崎義則12月7日隊は日本の航空自衛官である。階級は空将。現職は南西航空方面隊司令官。1965年12月7日、宮崎県生まれ、北海道札幌北高等学校を卒業し、防衛大学校に入校。航空要員に配属され、同校卒業後の1988年3月、航空自衛隊に入隊。 一等空座までの職種は飛行。2014年8月、空商補に承認し、第5航空団司令権ニュータバル基地司令。その後、第1輸送航空隊司令権小牧基地司令、統合幕僚幹部総務部長を経て、2019年12月に空商に承認。防衛装備庁長,長官官房装備官を経て現職。F-4 戦闘機を背景に、 小崎空将の父親である、小尾崎義弘に東空佐も、また航空自衛官であり F-4 戦闘機のパイロットであった。ファントムは百力地に最初に配備され、臨時飛行隊ができ、当時39歳だった小崎二佐が隊長についた。小崎二佐は空自戦闘機で初めて音速を超えた F-104 などを乗りこなした。 総飛行時間3800時間のベテランだった。しかし1973年5月1日、鹿島灘沖で訓練中に空中爆発。前席の安倍正康一等空位と二人、海に投げ出された。安倍一位は遺体で収容されたが、尾崎二佐は救助準備中、姿が見えなくなった。懸命な捜索にもかかわらず発見されたのは、 F-4 の残骸のみで父親と対面することは叶わなかった。旧陸軍第愛住師団長としてフィリピンなどでの激戦を経験した祖父の子尾崎義春、元陸軍中将から父の事故のことを聞いたが、当時はまだ小学2年生。その意味がよくわからず、ただ父が帰らぬ人になったことは理解した。事故原因は今も特定されていない。吉則が、 初めて飛行するファントムを見たのは、事故の2日前にあった百力地の航空祭だった。父が登場する F-4 が上空をコースに、初めて飛んでいる F-4 を見た。とてもかっこよく、自分も戦闘機パイロットになりたいと思った。その時に抱いた思いは、父の死後も消えなかった。高校3年の頃、膨大に進み、空事を目指すと母に告げた。 猛反対を受けたが、最後には行かせたくないけど、行くならパイロットになりなさいと言ってもらった。同行卒業後、航空自衛隊に入隊し、戦闘機パイロットを志した。当時、最新鋭機だった F-15 戦闘機に乗ることを望んだが、配属先は F-4 を装備する第83航空隊、第302飛行隊。運命を感じたと小崎空将は振り返る。 実際に乗るファントムは操縦の難しい機体で、特に失速時、足元のペダルで行う垂直尾翼の方向だの操作に苦労した。言葉が通じなくても F-4 乗りというだけで他国のパイロットと自然と連帯感が生まれたという。舞台で戦闘機に乗ったのは空自入隊後の5年だけだったが、ずっとファントムだった。 航空自衛隊の主力戦闘機が F-15 になっていく中、あえて父と同じ F-4 戦闘機を選び、日本の防空任務にあたり、召喚となり、第一戦を退いた現在でも年次飛行訓練で登場を続けてきた。2020年11月、第7航空団第301飛行隊の装備機が F-35A 戦闘機に更新され、 F-4 が運用を終了することから、膨大の一年先輩である第七航空団司令、石村直久空将補から F-4 で最後に飛ばないかと勧められた。案の取材に応じ、父にもファントムにもありがとうと言いたい。と語り自身の飛行訓練を公開した。訓練当日に F-4 の前席に乗る元部下の、青木明則三佐が、小崎二佐が殉職した場所を、 ピンポイントで確認してくれた。訓練を終えて基地に帰還する途中、太平洋、鹿島灘沖のまさに父が亡くなった場所を初めて飛び、父が最後に見たのはこの海、この空だったのか、最後にようやくこの場所に来ることができたと思い、涙が頬を伝った。非常に感慨深いものがあった。父も喜んでいると思う。F-4 が残してくれたものを大事に、 また新しい飛行機で、日本の空を守っていかなければいけないと思う。と抱負を語った。父尾崎一佐が身につけられていた、G スーツと対面する尾崎空将家族のもとに帰る、尾崎義弘一佐のフライトスーツ1983年、航空自衛隊百里基地近くの鹿島灘沖で、地元の漁師が網に引っかかったオレンジ色の物体と、 人間のものと思われる大腿骨一本を引き上げた。調査の結果、殉職時に小崎二佐が着用していた退治スーツと小崎二佐本人の遺骨であることが判明。吉典たち遺族に引き渡された。吉典は当時、防衛大学校入校前の17歳、10年ぶりの父親との再会であった。やがて航空自衛官となった吉典は、これ以上、 事故による遺族を出さないためにも父にパイロットを守ってほしい。との思いからかつて父が所属した百里基地に展示することを決意。小崎二佐は更新のパイロットたちを守り続けていた。ファントムの退役に伴い、同期を最後まで運用してきた百里基地の第301飛行隊は三沢基地に移り、F、F-35A の部隊となった。スーツは今、小崎空将の手元にある。 今までファントムを守ってくれてありがとう。尾崎空将はそう思っている。ありがとうございます。